チャオ、あっちゃんです。今日は10月1日中秋の名月ということで、お財布フリフリいきましょう。これ、ね、お財布の中身を出していきます。お財布の中にね、いらんもんいっぱい入ってる。いらんもんあんま入れてあかんねんけどね、いらんものを出してね。いらんことはないねんけど、いんのはいいねんけどね。まあいろいろとカードとかね、なんじゃかんじゃが入ってんのよ。おみくじとかね、そんなものを全部出してね。で、これで全部かな。あと、ここ、厚みの名刺と、お守りとかね、免許証とかね。で、こんなものがね、いろいろ入ってんのよ。はい。あ、なんでこれ玉入ってんねん。財布、玉入れてあかんの？はい。ってことで、あ、20円でも入ってる。なんでこんなにいっぱい玉入ってんの？ということで、空っぽになりました。はい、ということでね、お財布フリフリいきましょう。はい、真っ暗あっちゃんです。今日はね、ここにお月様が出てるんでね、お財布をフリフリします。まずお財布をね、お月さんに向かってフリ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 、いつもいっぱい入れてくださいって開けてね、開けて中身をフリフリフリ、お金持ちになれますようにってフリフリってご利益があるらしいよ。みんなもね、フリフリしてください。これね、今日は10月1日あっちゃんやけど、この動画があるの10月2日やけど、1日2日どっちでもいいです。満月に近い日にね、で毎月満月来るでしょ、その時にもやってください。でも中秋の名月一番効くんでね、ぜひぜひやってみてくださいね。横あれなんやろな、横の月、あれ火星かな、すっごい明るい星があるんだけどね、ちょっとまた調べときます。お月さんのね、見えるかな、もうちょっとこっちに映らんね、映ってるかな、微妙、映ってるね、これやね、これ。はい、まあまあお月さんにね、フリ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 、はい、中秋の名月ね、お月さんにお財布フリフリしたんで、ちょっと寒いね、風邪ひきそうなんで、帰りましょう。ゴミを取りな、なんだこれ、秋野の湯100円オフ券がおとる、お金持ちになった、100円券がおとる。ほら、もうお金持ちになったけどね。あっちゃん、秋野の湯行かれへんね。何でもええわ、もう。はい、ということで、ちょっとフリフリしておきます。そろそろもう3年経つんで、あっちゃん、ぼちぼち買い替えなあかんねんけどね。まあ、はい、ということで、今、寮も一緒にフリフリ来てんねんけどね。はい、ということで、そろそろお家帰ります。皆さんも、お月さんに向かってフリフリしてみてください。ちょっと待って、ね、ここちょっと、せっかくのお月さんなんで、ピントをね、合わせてみましょうか。ピント合うかな。めっちゃこれかな、うまいことピントが合うたらな。ほら、月が映んね。高性能や、高性能や、このカメラ。楽しみください。すごい綺麗な、肉眼では見えへん、肉眼では見えへんね、はい、何の音やろと、車は何でしょうか。遠足や、ただいま23時ぐらいです。じゃあ24時か0時ぐらいか、今多分ね、どうもりやっとったんでね、このね、もう一個何でしょうっていうやつをちょっと
んだこれ。米付きやろ。光ってるお星さんがどこにあんのかな。これや。何これ。さすがにこれは手ぶれやろ。いや、なんか月の横に綺麗な星があるのね。さすがにこの子はピントが合わない。ちょっと角度が変えれたらいいけど、角度線変えられてるけど、いいや。これが月やろ。これをしたらやっぱり暗くなうん、火星ちゃうかな多分。あ、どっか行った。下がってる。下がってる。こいつをギュッて閉めたかな。すげえないこれ。もうちょっと下に。手ブレーキの音してね、セットアップ、もっと上、メディアフォーマット違う、セットアップじゃない、どうやったっけな、あ、これカメラマイク。あれ？あれ手ぶれ機能あらへん。どこ行った？お前は。デジタルズームオン。
ぶりうざいわ、こういう時は。OK、 使い方分かれ。テーブルを補正、ここにゃ、なんでついてない、あ、撮影中が変えられへんねや。はい、ね、光学ズーム使ってね、こんな感じやねんけどね、動画撮ってたつもりが撮ってなかった、止めてて、はい、もう一回ね、フリフリしておきます、月様にフリフリを、はい、金運向上のために月様にフリフリして、ちょっと月移動すんね。はい、ということで今日のあっちゃんのお月様にお財布フリフリ動画、この辺で終わりにしたいと思います。皆さんの金運も願って、またね、バイバイ。